YouTube のパートナープログラムの変更により収益化条件が緩和され、登録者500人以上かつ過去90日間にアップロードした動画が3本以上のチャンネルが参加できるようになりました。これにより登録者1000人以下や動画本数が少ないチャンネルでも収益を得られる可能性が出てきました。条件を満たすと視聴者ファンディングやクリエイター向けの情報へアクセスできるようになります。しかし条件を満たすためには定期的な動画投稿、登録者数の増加、そして長尺動画や YouTube 検索の攻略などの対策が必要です。ショート動画の再生時間は条件に含まれないため、ショート動画に頼りすぎずに多様なコンテンツを提供する必要があります。これにより登録者数が500人未満のクリエイターやモチベーションを失っていたクリエイターにとっては大きなニュースとなります。ショート動画で収益化を目指すためには視聴回数300万回以上を目指す必要があります。注意点として、人為的なエンゲージメント増加や低品質な子ども向け動画、繰り返しの多いコンテンツ、他社コンテンツの再利用などは避けるべきです。広告収益は含まれず、収益化には視聴者ファンディングやスーパーチャットなどがあります。広告収益をもらうには以前と同様の年間総再生4000時間、チャンネル登録者1000人をクリアする必要があります。注意点に留意し、コミュニティガイドラインを守りながらチャンネルを成長させていくことが重要です。変更は間もなく米国や英国などでリリースされる予定であり、日本への適用は2023年秋以降かもしれません。これをチャンスと捉えるか、難しい壁と捉えるかは個人のモチベーションにもよります。僕の土俵である音楽では簡単ではありません。3000時間の総再生を獲得するには月に300時間ほどの閲覧が必要です。ということは、音楽コンテンツでは4分ほどの楽曲で1分ぐらいの視聴維持が限界です。1日10時間見てもらうには600回ほどの視聴回数が必要で、アマチュアのチャンネルでは簡単な敷居ではありません。ただし、ハードルが下がったことには違いがないので、こういう機会をチャンスにすることも重要です。